なんと六星剣は皇帝の居城を守る6つの門の栄翔、一致団結してこの乱を乗り越えなければ。うん、だがなんと地母星の姿が見える。それに手はずは全て整っている。こちらに軍勢が向かっている。率いている将は泰山天狼剣の龍だ。乱に乗じ騒ぐバカだ。まあいい、新たな覇者が誕生する前祝い、盛大に潰してやろう。今や世は乱世、力のある者が君臨する時代。邪魔者は全て叩き潰せ。なんと23波を味方につけた。あとはあなたの号令を待つだけだ。うん、役目ご苦労。さすがは妖精、手際は龍河もなかなかの使い手だが、我らなんと六星剣の前には敵ではないよ。このまま一致団結できればよいのだが。何を言っているのかな。守らねばならぬのだ。その強さと優しさが子供たちには必要なのだが。なんなんだやつは。骨が折れた。
たちの光を奪い去ることは許さん。なんと各省の思惑が戦場に飛び交っている。死ぬ時は果たして。守らねばならぬのだ。私はごまかされぬ。ユダと何を企んでいる。何のことだ、主。俺は敵ではない。ユダ、お互い無事に戦いなさいのことだ。そうだな、レイン。お前にはここで死んでもらっては困る。いささか骨が折れた。なんとこの人形の目をもっと見定めろ。ここは体勢を立て直すほかあるまい。と一緒だ。今のところ心配する必要はあるまい。オクトとナントは表裏一体、両者一体となった時に天下平定は成就する。すなわちお二人が一緒にいるうちはさらなる対乱は起きぬということ。だが公共性ラオウが落ち、乱が起きてしまった。お二人の身にもいつ危機が訪れるか分からぬ。我ら御社生、お二人の行く末を注意深く見守るほか。やはり雲の龍座は奴は旅立ってしまう。愛ある男であったのに、死んだことや忠座の気持ちもわかる。ならば奴のためにも
ユリア様は何としてもお守りすれば。うん、我らが将の笑顔を絶やさぬこと、それが世の民や従者の望むことであろう。ウド、お前は引き続き南都政権伝承者の監視を。他の者は、エンシロウ様とユリア様を守るのだ。